続いては今関心の高い話題を詳しく解説する急上昇ニュースのコーナーです。今日のテーマは子どもの英語教育についてです。担当は白井記者です。はい、文部科学省が全国の小中高校を対象にした昨年度の調査によりますと、英検3級相当以上を達成した中学生の割合は 50%、 英検準2級相当以上を達成した高校生は 50.6% で、2013年度の調査開始以来初めて5割を超えました。2013年度の数字と比べると本当に割合高くなってますね。そうですね、2人に1人というのがすごく高い割合ですよね。そうですね、はい、ただですね、都道府県政令市別に見てみると、英検3級相当以上を達成した中学生の割合は、埼玉市と福井県で 80% を超えた一方、福島県、佐賀県などは 30% 台にとどまっています。そして岡山、香川はといいますと、岡山県は 49.3%、 岡山市は 53.1%、 香川県は 44.5% となっていて、英語力に地域差があることも明らかになっています。かなり数字で見ると格差があることが分かりますけれども、なぜなんでしょうか。はい、様々な要因が考えられますが、文部科学省は生徒の英語力が高い埼玉市や福井県は ALT 英語指導助手の配置などかなり丁寧に働きかけていると分析しています。なるほど。この ALT の配置に力を入れているのが子育ての町として知られる岡山県奈義町です。今年度から始まった新たな取り組みを取材しました。 It's English time! If you're angry, 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 stomp your feet! If you're angry, 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 stomp your feet! 園内に英語が響き渡ります。3歳から5歳の子どもが通う子ども園では毎日英語タイムが設けられています。英語の歌に合わせてリズミカルに体を動かしたり、天気や体の部位を英語で言ったり、日常生活で英語に慣れ親しむことが狙いです。教えているのはフィリピン人の ALT 英語指導助手です。 Well, the students here are somehow at first were shy, but as time went by they got used to teaching or they got used to listening to English songs and talking in English. I want them to learn how to not only speak English but also to have, you know, confidence in speaking English, because that's really important, especially when they go to elementary schools. They will learn a lot of things. There are a lot of English words. I took a rest. いいね、声が揃ってますね。小学校ではコミュニケーション重視、英語を聞いて話す実践形式を取り入れています。授業は担任の日本人教諭と ALT が一緒に担当します。奈義町は今年度から岡山県内で初めて子ども園の3歳児クラスから中学3年までの全学年全クラスに ALT としてフィリピン人女性講師を配置しています。英語教育事業を展開する東京の会社から派遣された講師で、フィリピン国内で教員免許を取得し、フィリピンの語学学校で指導に当たった経験があります。英語は会話から入る英会話を重視したいなということで、各学年に、全ての時間に必ず ALT が入れたいなというところからのスタートです。朝から夕方まで他の、教職員と同じ時間帯で働いていただいて生活を共にする、その中で自然とこう会話が身についていくということを期待しております。奈義小学校ではタブレットを使ってフィリピンの語学学校の講師とマンツーマンでのオンラインレッスンも導入しています。岡山ステーション。 It's sunny today. 12年間通して子どもたちが日常的に英語や異文化に触れ、
国際的な視野を深めながら豊かなコミュニケーション能力を身につけることを狙いとしています。こういう授業は好きです。まあ喋れたら喋れた方がいいんで、まあ喋れるようにはなりたいです。グローバルな世界になってまいりました。英会話を元にして、いろんな国の方と臆することなく遠慮することもなくですね、コミュニケーションが取れる、そういった人になってもらいたいと。私の時は学校教育でいうと小学校高学年でようやく英語に触れたなっていう記憶があるので、3歳児からこうやって体を動かしながら英語を学べるっていうのはすごく羨ましいなと思いますね。そうですよね、グローバル化も進んでいるので、やっぱり語学力を上げるってすごく大切になってくると思いますし、学ぶだけじゃなくってやっぱりこう使える英語っていうのがすごくこう育まれているなというふうには感じました。はい、そうですね。でまたですね、この ALT の導入によって若い日本人教員の指導力の向上というのも期待されています。はい、教員の指導力が児童生徒の英語力に影響していると言えるわけですが、一方で現在の教員はあまりに忙しいという現状があります。教員が少しでも授業に専念できる環境を整えることも行政には求められます。以上、急上昇ニュースでした。